アジュメールは、インドのラージャスターン州、アジュメール県に属する都市。人口約50万人。アジュメール、アジミールとも呼ばれる。中世のスーフィー聖者、フワーチャムイーヌッティーンチシティオーを祀るダルガーの門前町として有名である。参拝客はムスリムに限らず、ヒンドゥーなど多くの人々が、聖者の霊言に預かろうとここに足を運ぶ。また、町には、 アクバル大帝の利休も存在する。ジャハンギールとフッラム1193年、ゴールアサのムハンマドゴーリーに征服される。1365年、アジュメールはラージュプートのメイワール王国領となる。1509年、メイワール王国とマールワール王国との間で、アジュメールをめぐり紛争が発生する。1553年、スール朝の武将、ヘイムーが占領し、その死後、 1559年に、ムガル帝国のアクバルが占領。帝国領ラージャスターンの中心地となり、ラージープート諸国支配の中心地となった。また、アクバルはこの地に赴むく際、ファテープルシークリーで、聖者、サリームチシティと面会し、男子を授かることを予言されたことは有名である。18世紀前半、ムガル帝国とラージュプートとの間で争奪が繰り返された後、 マラウター勢力の支配に置かれる。1818 18年、アジュメールはシンディア家からイギリスに5万ルピーで売却され、イギリスはここを中心にラージプルト諸藩王国を支配した。ジャイプルの西、ジョードプルの東に位置する。ニューデリーからムンバイへ続く NH8 号線が通っている。ありがとうございます。